これは速報リュースです。これは900リュースです。今日は日本時間2024年1月14日です。気象庁によりますと、鹿児島県の諏訪之瀬島で1月14日0時22分に爆発が発生し、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口中心から1キロ以上に達しました。見かけ火口中心からおおむね2キロの範囲では噴火伴う弾道を描いて閉鎖する大きな噴石に警戒してください。ガザポ川では火山灰だけでなく小さい噴石が遠方まで風に流されて降る恐れがあるため注意してください。地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。